どうもこんにちは、今回はですねちょっと珍しいんですけども、姪っ子、今日はね彼女とね一緒にね、キャンプに行ってみようじゃないかということで一泊二日でちょっとキャンプに行ってみたいなと思います。暑っ。とりあえず一休憩だ。そう、まず休憩しよう。結構狭いんですよね。昔ながらの企画サイトっていう感じなんで結構力がいる感じかな。 OK OK。あ、色とりどりになってきた。ねえ。よし、どっかそのテーブルの上でも取ってくれたら。まずキュウリと、うん、パプリカ。はい。お、ナイフね。うん。ナイフで、まあ適当に大きさに切って、あとはこのブンブンチョッパーでいこう。OK。これらはいい？そうね、それはちっちゃいけど大丈夫やろ。こんなもん？さあ、これでブンブンチョッパーいこうか。うん。蓋に向きは？こう。これで。入った。よし、ひたすらみじん切りにしよう。色とりどりになってきた。ねえ。どれぐらいの大きさ？もうちょい？超細かくいこう。超細かく。うん。オッケーじゃない？オッケー。はい。さあ、どんな感じになったかな？どうやったら開くか？開いた。あ、いい感じ。いいんじゃない？すごい綺麗。オッケー。オッケー。またこれでいいと思うけど。はい。タイね。はい、これをじゃあちょっと薄く。刺身切ったことないよ。あ、切ったことない？ない、まあ、こう斜めにこうそぎ切りというかね。やったことないけ、まあ、分からんのよね。これでいこうか。これでまあ単純にこう斜めに斜めに入れていくみたいな。こう？うん。イエーイ。あ、ちっちゃい？いや、ちっちゃすぎる。最初は大丈夫。やばい、ごめん、雑。あんま綺麗。この身が弱いんかな。身が弱いんかな。あ、やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。ちょっとこれはいかんね。やばいやばいやばい。ちょっと待って、ちょっと俺やってみよう。これが切りにくいんかもしれんけどね、包丁が。いや、ライムのせいだね。あー、どうやろう。あ、でもちょっと身がグズグズしとるぞ、これね、うん、ちょっとやおいよね。やおい。まあ、とりあえずこんな感じでいこうや。どんどん切っていこう、これで。OK。 やばいやばいやばい、不器用すぎん、不器用すぎん、叩かれる。何やってんだ。身がボロ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 になってきよる。ごめん、こっちが心の下。骨、骨だけ心の下切りやすい気がする。不器用すぎる。はい、このちっちゃいのとか。これもうでかいけどいい？え？これもうでかいけど。そうしようか。半分ができん、絶対。あ、できん。うん。これは、あれじゃねえ。ん？包丁の修行戦にはいけない。ライム？うん。頑張る。まあ、ちょっとね、多分ね、見よる人は分からんかもしれんけど、うん、あの、刺身包丁と違う系全然、まず切れ味がまず違うっていうのと、うん、あとね、この、言ってもここが短いやろ。うん。でけね、普通刺身包丁こういくじゃん。うん、それができんのよ。うん。でけどうしてもこう、ギザギザになる系っていうのはね、ある。それのせいにしとこう。それのせいにしよう。いつもどっちかわからんくなる。こうかな。はい、ありがとう。よし、休憩だ。
が、一気で飲み終わってしまったんだすぐ、うん、さあ次はね、はい、エリンギ、エリンギは適当な感じにこう切ろう。伝わってないパスタに入る系。あ、縦長いのやつでいい？半分に切って、うん、この長さがね、長さ半分に切って、うん、もう残りは適当に。これ半分じゃでかかった？ここからこんぐらい？そうね、それで薄切りにしていこう。2かけをパスタ用に切ろう。で、1個は、1かけは違うやつ用に切ろう。ごめんね、まあ、そんなもんで OK かな。それをその鍋の中に入れて、うん、それ食べたことない。食べたことない。じゃ次はね、2個またみじん切りにして今度はこっち側に入れよう。はい、夕方皮入れよかったね。ああ、夕方？うん、そうね、ただでもこれ朝になったらこぼれるよ。やっぱでも無理だったかもな、皮入るのは。その時間的に余裕がなかったかも。あ、うん、来るのが遅かったけ、やっぱ、うん、今度これや、アンチョビ。あ、でもさ、服にさ、うん、虫を寄せつけないみたいな普通についとんだけど。ん、服がさ、虫を寄せつけないみたいな感じなんないけどさ。いや、今はね、これね、明かりつけるけしょうがないと思う、多分。これはもう、この季節にキャンプやろうっていう人の宿命と思ってもいいかもね。うん、首に虫がついとんだろうけど、くすぐったいな。このまま？ OK、OK。鍋の中入れよう。おい、じゃあこれでコンロに火をつけて、うん、思ったら熱いやつ、ちょっと熱い熱い、ちょっと炒めて OK、 ちょっと火を弱めて、わあ、めっちゃ、よし焼こう。絶対美味しいじゃん。うわあ、あっち。OK かな？で、今度はここに。うん。怖っ。でワイン、すごい、わ、プチい匂いする、やば。オッケー。で、ここに、ブラックオリーブを入れときますと。ここにオリーブオイルね。絶対おいしい。よいしょ。これちょっと一回こちら持ってこよう。どこに置く？一回ここに置いといて、はい、で、どうするかよ。これからパスタとか作るんかどうかっていうことで変わってくる。せっかくなら作りたい。作ろうか。結構時間かかる？20分ぐらいかな。あ、じゃあやっていい？エビ入れて。いや、まず火つけて、で、オリーブオイルを温めよう。まずね、煙が出てくるけどちょっと待って。もうちょい？もっとやね。もっと。OK、で、それでニンニク入れよう。はい。で、今度エビ。多分火がすぐ入る系ね。うん、跳ねそう。熱い熱い。
あちっ。オッケー。よし、これで混ぜて。これあげよう。あちっ。焦げる焦げる。よし、じゃあもうトマト缶入れようか。はい、全部全部入れよう。はい、はい、わあ、これだけで美味しそう。これだったね、ニンニク入れたのは、うん、で、今度ね、このしめじもね、適当に切って入れよう。このぐらい、うん、そんぐらいにしよう、はい、OK。 これはちょっとラムちゃん無理やわ。これ暗すぎる。あ、うん、車持ってこれたら車のライトとかできるのね、バイクとか。それはね、やったら怒られる、はい、うん、キャンプ場はそれやる人がおるけ、うん、結構車中泊とか禁止になってるとこあるけね。あ、そうなの、うん、これね、うん、300g って書いてあるんやけど、うん、100g 一人前ぐらいなんよ、うん、で多分 100g ぐらいでいいと思う。3分の1ぐらいで。3分の1そんぐらい、 それ3分の1ぐらいかな、うん、あ、もうちょい行こうか。塩をこうグツグツやってくれる。グリグリ、うん、グリグリと。ストップ言ってよ。うん、相当入れんにはね、味がつかんけど。これ、あ、そうなん、うん、それぐらいにしようか。はい、よし、かけよって、はい、OK っていう系。オッケー、はい、全部入れるんかと思った。いや、全部はね、ちょっとがっつりクリームになるんか。うわー、めっちゃ美味しそう。これぐらいが多分ちょうどいいかな。超いい匂いする。うわ、早く食べたいね。え、あ、時間かかってなかった。そう23までかな。9分ねーって言うたっけ。9分ねーって言うとよね、14分ぐらいあったよね、確か。23としよう。9分ねーってタイマーしよるあれかと思ったっけ。あとでそのタイの刺身とか出すけ、うん、キノコの上に乗っけても大丈夫？タイの刺身？生クリーム。ああ、大丈夫大丈夫、こぼれんかったら OK。 OK、頭がやんくなる。うん、うん、これで混ぜていい？あ、いいよいいよ。超美味しそう。うまそう。うん、めっちゃいい匂いする。濃いよ、いい感じ。クリーム全部かける？そうね、かけようか。お兄ちゃんの方、きれいにできた。できた、うん、ここに絶対おいしい。絶対おいしい。いくよ、うん。
肉だいぶ冷めたかもしれんけど、でも美味しそう。超美味しそう、どれも美味しそう。よし、本当はねここにステーキが入るはずだったんだけど、さすがにそこまでいかれんかった。たまらん。 OK、 さあじゃあいただきます。食べましょう。いただきます。おいしい。おいしい。うん、めっちゃおいしい。今乾杯しよう。うん、お酒は飲めんけど、つぶみで。つぶみで。乾杯。はい、乾杯。お疲れ様です。あれじゃね、次回やることがあれば、あの車が入るところがね、やっぱりそうだね。うん、ライムのリクエストだったっけ、わがままに言ったけど、いやいや車が入れて、うん、あとチェックインが早いところがいいな。ん、チェックインが早いところがいいかもしれない。うん、3時はやっぱすぐ夜になったね。うん、思った以上に。うん、もっと日が長いかと思ったけど結構早かった。街によるより日が暮れるのは早くなかった。うん、ねえ、だって普通明るい時間で暗かったもんね。そうだね、山じゃけえかもしれん。それはありそう。うん、じゃあ飲め。うん、うまいね、これ。あ、え、それまだ食べてないわ。うま、美味しいよ。この刻んだのがやっぱ良かったね。うん、これないとちょっと寂しいかもね。寂しいかも。うん、普段がさ、うん、この食べに行くことあっても作って食べるっていうのはめったにないけ。うん、そうか、新鮮。もし逆にね、基本全部作るけ、うん、あの買って食べたりしたら、うん、すごい楽。でもね、やっぱ道具とか行ったらね、うん、買った方がええよ。うん、だって片付けもせんねやけんな。そうね。うん、そのライムがさ、うん、走る距離がまださ短いけあれかもしれんけど、うん、これが遠くなったらね。そうそう、遠出になったらあのご当地のものとか食べたいじゃん、やっぱり。ああ、そうそうそう。お酒が飲めるようになってから初めて何飲んだ？ビールかな、やっぱり。やっぱり、うん、あのね、今は考えられんけど、昔は自動販売機で売りよったんよ。そうなん。ジュース、あ、ジュースじゃない、お酒？お酒、タバコだって売りよったしね。うん、なんか名残でさ、うん、その自販機だけ残っとるみたいな。あ、あるあるある、自販機だけね。で、昔はその年齢確認とかもなかったけど、もう誰でも買えたよ本当に。うん、で例えばあのお使いで買ってきてって言われれば買ってきたし、うん、そうそう。だけど誕生日が来たら二十歳になる、来年だけど。あ、はいはいはい、二十歳の代じゃん。うん、もう初めてのお酒はさ、うん、気になるじゃん、なんか何飲むかなみたいな。まあぶっちゃけね、その年まで飲まんでおられたんだったら、うん、飲まん方がいいかもしれない。みんなで友達同士にじゃあ飲み行こうっていう世代でもないよ、ラムちゃんとか。みんな結構飲みに行っとるんよ。あ、そうなんだよ。うん、それがいいなとも思うし。うん、でもなんか自分自身なんかそんなすごい、私絶対強いっていうあれもないけどさ、あ、親が飲んどらん分さ、うん、遺伝したりするじゃん、その強さとかって。確か。あ、でもね、慣れかね、やっぱり。慣れだと思う。うん、うん、でかっ、こいつ。セミじゃないん？ん？セミじゃないわ。ええ、どっちか。なんだかわからん虫がおったな。キャンプの醍醐味なんじゃろうね、こういうのもね。いや、あのね、うん、
こういうのが家だけ夏やらんのよ普通普段今日はその誘われた時は やるけどごめんなさい。いやいやいや、でもあれだね、走りに行く場所に迷う、めっちゃ。あ、近場しか行かれんけってこと、うん、行かれるわけじゃないんだけどもう遠く行ったらいいじゃん、もう1年ぐらい経ったんだろ。1年経った。じゃあもうやっぱ気合い入れて行くしかないんじゃない。どこに行くかないよね、なんか、うん、広島は行っとるし、うん、鹿児島よ、鹿児島。鹿児島、うん、まず福岡じゃないでもお世辞かわからんけど、みんなライムちゃんそのままでいいよって言ってくれるんよ。あ視聴者の方もね。あでもダイエットって言いつつ、その動画で食べたいがためのダイエットだけさ、うん、思いっきり食べたいがためのダイエットだけさ、動画では食べるけさ、うん、ダイエットとはって言われるんよ。あさ、その体重を減らすっていうよりさ、うん、そのこういう時とかに満足いくぐらい食べたいのがあるっていうダイエットを目的として。なるほどね。そう、痩せんやけど分かってないけど、あ見た目的にね。まあ、うん、一回じゃあ気合い入れてやってみたらいいんじゃないの。15キロぐらいすぐ落ちるやろ。落ちるかね。もう気合い入れたら絶対落ちるって。気合い入れたら、うん、だって19だろ。19絶対落ちる。おはようございます。朝ですが、昨日夜中からですね、ずっとね雨だったんですよ。まさか雨が降るとはって感じだったんですけど、ずっと雨降ってまして、まいったな。滝の音でね分からなかったんですけど、途中で雨降ってるの気づいてですね、急いで荷物をこうテントの中にかたしてですね、とりあえず寝たんですけども、まあ、ここは林の中なんで、まあそういう意味では、うん、こういうふうに歩いてる分にはね、雨の影響もあんまりないですが、サイトがあるところはね、やっぱり影響ありましたね、この辺ね。さあ、ラムちゃんまだ寝てますが、寝てる間に、まあ、片付けられるものは片付けていこうかな。ラムちゃん、ラムちゃん朝になったよ。朝7時20分になったよ。びっくりした。めっちゃ寝とったね。めっちゃ寝れたあの滝の音が結構ねええ感じだったんじゃない。その虫、あ虫の音と、あの雨が良かったね。そう、あのね、残念ながらね、雨が降りよるんよ、今。うん、ちょっと朝ごはんが難しいかもしれん。ちょっと今ね、ちょっとずつ片付けよるけ。いやーちょっとね、今日雨で残念でしたね。本当は朝ごはんに、ホットサンドとか、ホットサンドというかパニーニかなとか考えてたんですけど、ちょっとこれは無理だってことで、で、テントもね、もう絶対乾かないんで、この中に入れてます。なんじゃ、次とかもしあったら阿武町とかええかもね。うん、阿武町って日本海側、うん、私キャンプ出身したやけさ、キャンプ場がいいとかさ、でけその阿武町だったら多分遠いけ、うん、まあ多分撮影にもなるだろうし、うん、で阿武町はねほんま綺麗、景色が、いや施設が、うん、で道の駅があって、
で食べ物屋回ってって感じだけ、うん、多分ね、まあ1回しか行ったことないんだけどね、うん、そっちもありかもね。でもその1回でそう思える系あるよね。ああそうね。あとは山口市の方で前行ったところなんだけどね、そこはなんかもう管理人とかオーナーの人がそこに住んどって、うん、でご飯とかも出してくれるの、あのお金払えばね、なんかカフェみたいなところがあって、ね、そういうところもいいかもね。かあ、そうじゃない、ちょっと受付行こうか、とりあえず行くまでがすごいし、何の話さないんやけど頑張る。これね、いやバイクにとってはもうなんか致命的よこれ。なんかこれでやったらいいんじゃない、こういう感じで。気持ち的には全然あるね。えよいしょ、これだったらちょっとなんかあっぽいぽいね、ぽい感じで上がれそうなよね。ここ、これで行ってみる。バイクを一回ちょっと後ろ下げてからこうぐるっと行った方がいいからね。俺も一回下げんにゃね、多分ね、最悪さ、うん、あっちからあの車が通れんかっただけでさ、うん、もうそのままバイク上がってて、かあっちから出ようかなと思ったんや。あっち通ってんかな、だから車が入らんって言い言われだったけさ、どうなるかな。いや多分ね、取ったらいけんとこだと思う。うん、とりあえず行ってみよう。うん、オッケー、朝ごはんこれですもうしょうがない予定してたのがね。そうそうそう、本当はあのねホットサンドを作ろうと思ったけど、ちょっとこれだとね、雨は、うーん、昨日ターバン貼っとけばよかったね。ターバン貼っとったら違ったんだけど、うん、絶対降らんやろうと思ってけ、ね、なんか台風の影響だって、うん、やっぱりしょうがないね。山側だけ早いかなかもね、そういうのもあるかもしれない、もしかしたらね。バイクで雨の中帰らんにゃいけん。そうね、カッパ持ってきてない、持ってくるわけないよね、あの天気でね。あんだけ昨日暑くてね、めっちゃ暑かったよ、うん、逆にあの、川入ろうかって言ったぐらいだったっけね。そう、置いてきてしまったと思って、自分から濡れに行こうとしようってね、本当はね日が持ってきたけ飛び込むとか言ってね。ねえ、まあこういう濡れ方すると思わんかったな、うん、そうね、次朝から行こう。で、さっき話してたんですけど、その阿武町とか、なんかこう、なんだろう、過ごしやすそうなところ、うん、その初心者でも、まあ、快適なところにね、うん、今度は次は連れてってみようかなと思って。教えてもらっとったら一人でも行けるし、ね。あ、そうだね、うん。まあ、ちょうどドライブコースとしても阿武町もね、うん、かもしれない。ということでね、初めて今日、2人で来ましたが、また次回もね、来週か再来週ぐらい行こう。うん、ね、よし、ということで、またやろうと思います。はい、さよなら。さよならこのコーヒーでさよならってもなんかね、ありがとうございます。